1日金曜日に台風16号が関東に最接近します。関東への上陸の可能性は低いですが、大型の台風で強風域が広いため、離れていても雨風の強まりに注意が必要です。そこで雨が横殴りとなって、傘をさしてもびしょ濡れになってしまう時間帯をお伝えします。横浜や千葉は朝の通勤時間から夕方の帰宅時間まで傘をさしてもびしょ濡れとなりそうです。特に台風からの北東の風が直接吹きつける千葉県銚子市は、激しい雨と風が30日の深夜から1日夜遅くまで長い時間続きます。また東京も朝から夕方まで膝下が濡れるような雨の降り方となる予想です。1日金曜日は不要不急の外出は控え、安全な場所で過ごすようにしてください。また最新の台風に関する情報はウェザーニュースのアプリでも確認することができます。ぜひご活用ください。